一度に120万匹の蚊に刺されると人の血液は全てなくなる。実際に120万匹の蚊が一度に人間を刺したらどうなるのでしょうか。専門家によると、人間の体には平均で約5リットルの血液があり、蚊が1回の吸血で約 0.001ミリリットルの血液を吸うとされています。120万匹の蚊に刺された場合、最大でも1200リットルの血液が吸われることになります。これは人間の体内の血液の量をはるかに超えており、致命的な結果になるでしょう。しかし実際にはこのような状況はほとんど考えられません。120万匹の蚊が一度に人間を襲うという状況は非現実的であり、現実的には1匹や数匹の蚊に刺されることが一般的です。蚊に刺されることで感染症を発症するリスクが高まるため、蚊に刺されないようにすることが重要です。虫除けスプレーを使用したり、適切な服装で身を守ることが大切です。また蚊が繁殖する環境を作らないようにすることも予防策の一つです。